韓国人歌手らのコンサートを手掛けるイベント会社への投資名目で現金を騙し取ったとして、詐欺の疑いで6人が逮捕されました。逮捕されたのは、東京都江東区の会社員、萩原克己容疑者ら男女6人です。調べによりますと6人は、2011年11月ごろ、東京のイベント会社への投資を募り、岐阜市の75歳の女性から250万円を騙し取った疑いが持たれています。6人は容疑を否認していますが、警察は萩原容疑者らが高齢者30人近くからおよそ1億円を集めたとみています。